ぱ、うん、このサイトはいいサイトだ。チームデスマッチ、いいサイトだ。脅威を制圧しろ。勝利のための計画を立てろ。ほい、ガモンで貫通させとくか。ガモンを投げる。こっち回ってきそう、うん、下回ってんな。え、幻聴だったね。おおおお、あいつ連射早くね。連射急に早くなってんね。早く、おお、え、いや命中率が下がってる感もあるけど、いや、うん、それを上回る効果力かっくリスが変わった、リスが変わった気がしてた。ファイヤーのストック100等しに売ってそう。え、出て、いやーもう俺ほんと船嫌い。これなんでちょっと奥がぼやけるんだろう。聞いてない今。あ、湧いちゃってるよ。え、死んでるな仲間。こういうやつはホフっておかないとね。はい。これですっきりした。これですっきりしたって。すっきりした。俺が考えてることを分かってやがる。いや、強いなこれ。連射速度。上げて正解だわ。めっちゃ遠くにいた今。こっちから行くか。おーい、強いな。強いね。ちょっとこれは私の今終わりです。レート急に上がりすぎてくれ。反動がどうしても上がってる。反動も上がってるけど、ただあの体感ではっきりと分かるレベルのレートの上がりっぷりだなこれ。上がりすぎて。みなぎってきてるわ本当。その後アダチムとモリモリで反動減らせればね、やばいな。あとね、マガジンもでかくできれば。うん、それ最高じゃん。しかも跳ね上がりもなんか妙に、妙にね、真上方向だけに行ってるような体感だけどね、うん、まあまあ体感、体感だよこれならね。とつっても悪いことにはならないんじゃないかなって。足音する。新たな位置情報を報告可能。間抜けどもを敵の位置をマークする。カウンター偵察機レディ。ああ、勝てなかったか、ハンドガンちゃん。あと、オホテルではね、ラットで勝てたんだけどね。このハンドガンも別にね、強い方だと思うよ。死んだ後に喋るんじゃない。いやー強いなーこれ。びっくり仰天だわ。あ、ショットする。あーあー、抹殺とは。抹殺、あ、ガスだ。ガスね、ドミネとかには使えるかもね。あー、まあ確かに。シーディスだと別にあんまり活躍はしないと。急速劇的に上がってますね。上がってるね。連射速度アップマジ強いな。うん、レート命よ。
船来ちゃったな。来ちゃったな。今下から撃たれたから上に来るんじゃないか。は？あれ？いないのか。はあ。なんでそっちから来るんだろう。いた。強っ。マシンガン急に化けたなこれ。本当さ。あ、音速だ。こいつは化けたな。そっか、アルファで強かったバーはこうしてこうして蘇ったと。必要なのはレートだった。レート。おっと、ぽい。はい。強い。強い。じゃあもうこれをベースにね、どんどん強化していけば間違いない。これが一本満足バーですか。間違いないわ。なんか同じことワールドウォー2で言ってた気がする、俺。一本満足バー。一本満足バー。なんか、言ってたわ。言ってたわ。二次対戦は繰り返される。自分のお気に入りのアタッチメントを見つければもうそれが一本満足バーだ。強い。でも俺的にな、倍率高い方、もうちょい高い方が好きだからサイト変えたい感ある。そう、俺は好み別にいいけどね、これで。マジか。なんか等倍嫌いなんだよな俺。あの等倍から 1.5 倍ぐらいまでなら許容できる。3倍とかはちょっと勘弁だもん。3倍はいい。 いや視野角変えるんだったら3倍つけるから。あ、まあ視野角はね今ちょっと変えれないけど。それはありだ。視野角による。こっちもあるか。おお。なんかだんだんとキルペースがこのマップでも上がってきてる、ね、みんな警戒しっぱなしだったが始まりたては。あら？あら？あら？ちょっと待って、今めちゃくちゃラグったぞ今。マジか。雨が止まったもん。うまくいったな。治ったかな？大丈夫かな？急に銃声やんだけど大丈夫かな。え？魔女する。あ、仲間。この船もさ、両サイド見張りできる。これ登れんのか、ここ。これ、あ、登れんのか。強っ。まあ、相当ヘイト稼ぎそうですよ、ここ。そうだね、ヘイト買いそう。ヘイトの稼ぎどころだわ、ここは。稼ぎどころ。ちょっとここから出たいな。奴らを投げ倒しているぞ。おっ。あお。まあでもね、階段が2箇所あって両サイドにはしごがついてるから、そんな籠城もしてられないと思うけど、ね、まあそうね、たまに行くぐらいがちょうどいい、ね。うん、グスタフには遠く及ばないわ。マジクソ悪そう。勝利を持ち帰れ。あれも歴史的、歴史的クソマップ。ハイライズとかとはもうわけが違う。ハイライズ、あのモダンのさ、あのワンマンアーミーの穴場。 あれはまだちょっとね、ね、登る難易度がね結構あるし、難易度に見合っ
見合ったヘイトの稼ぎ。そうそう、仮にあれ頂上に行けたとしても1回は後ろにある燃料タンクでね爆破できるからね、敵のね。ワンマンが見事あれ戦術マーカー耐えててもプレデター押してきたら全部壊れるからな。そうそうそう、あそっか、モダン2時代のプレデターって回避法ないもんね。そうね、かわせない